はい、皆さんこんにちは、mwebcom1 です。ですね、今日はキリンから出している午後の紅茶エスプレッソティアなのかな、エスプレッソティーですね。これ今日やろうか明日やろうかちょっと迷ったんですけど、まあね、最近缶の、飲み物ばっかり申し訳ないですね。まあそこはね、皆さん見ていただいて、まあね、見ていただけるだけで本当嬉しいです。はい。ではね、外観見ていきましょうか。ですね、まあ、牛乳とかなんかあんのかな。まあ、材料名は牛乳、砂糖、まあ、なんだ、なんかいろいろと食塩とかなんか入ってますね。だからね、ここが金にななんかゴールドっぽいなんかなってますね。光の加減でしょうか。はい。ではね、ちょっといただいてみましょうか。では。ちょっと向きを変えます。はい、こういう感じでいいですかね。ちょっとどうでしょうか。こんな感じですね。ではねっていうか、ちょっと僕は眩しすぎるのでちょっと向き変えてみました。ではね、ちょっとね、調子が悪かったんで申し訳ないですね。ではね、いただいてみたいと思います。ちょっとね、暗くて申し訳ないですね。ちょっとね、ここの方がいいかな。はい、ではね、いただきます。紅茶ですね。いただきます。うん、あ、美味しい美味しい。これ結構僕初めて、まあ、買ってみたんですけども、これ会社のなんかスーパーみたいな感じでこれ売ってたので、レビューやってなかったんで買ってみたんですけども、美味しいですね。僕こういうのあんまり飲まない派だったんですけども、まあ、この動画でなんかやりながらやるっていうのはね、本当楽しいですよ。僕も見てる方々も、ですね、まあ何でしょうかね、まあね、声をこ1本目とか2本目の動画と全然違うじゃないですか、僕で。なんですかね、やっぱね、もうおかげさまでもう300本超えちゃったんですよ。で、もう322本ですね。これ合わせると2本だから345、325本目ぐらいになるのかな。まあ厳密ではないんですけども、まあそれくらいになるっていうね、まあ厳密ではないんで、まあね、ですね、はい。まあこれね、美味しいので午後に飲んでみてはどうでしょうかね。よく振ってから、振るの忘れちゃった。まあ、いいや。はい。ではね、ね、
最近飲み物で本当ばっかりでごめんなさいね。アイスとかもね、ちょっとやりたいなっていう感じを持ってるので、楽しみにしてください。ですね、寒い時にアイス食べるっていうのはね、まあね、まあ、いいかもしれないですけどね。はい。ではね、今日は、午後の、キリンから出している、午後の紅茶、エスプレッソティーでした。エスプレッソティーですね。はい。ではね、いつも言ってんですけども、チャンネル登録と、コメントよろしくお願いします。ではね、この辺で失礼します。